西村敦也は中央競馬立党トレーニングセンターの騎手。兵庫県甘崎市出身。小学5年生から乗馬を始める。元来高所恐怖症であるため、最初は恐怖心との戦いであったという。小学校卒業まではサッカーも続けていたが、中学入学後に乗馬一本に絞った。兄もかつて競馬学校騎手課程を受験したが、不合格となり、 西村が騎手デビューした直後の6月に休務員家庭に入学している。デビューの際には兄の担当場で勝つことを目標として掲げていた。2015年に競馬学校騎手家庭に入学。在学中の模擬レース休戦の合計ポイントで優勝し、2018年2月の卒業時には成績優秀者に贈られるアイルランド大使特別賞に選ばれた。 同年3月に、立党、田所秀隆旧社から、騎手デビュー。同月31日の阪神 6R で、ティーブラッサムに起乗して一着となり、初起乗から31戦目で JRA 初勝利。1年目は、同期3人の中で、唯一の2桁勝利となる13勝を挙げ、起乗停止にもならなかったことから、中央競馬関西放送記者クラブ賞を受賞した。 2年目の2019年は、上半期だけで、前年の倍以上の30勝を挙げて、飛躍を遂げた。西村は校長の要因について、毎週、前奏のレース動画を見ることは欠かさずにやっています。ペースの流れが読めてきたことですかね。周りが見えるようになって、レースに慣れた部分が一番大きいと思うと語った。同年8月13日で、田所急車を離れ、フリーとなった。 9月3日からは、シャンティ競馬場の小林里支給者で1ヶ月の武者修行を行うため、フランスに渡航した。3年目の2020年の宝塚記念で、GI 初騎乗となる。また、7月11日阪神競馬場のマレーシアカップで、JRA 通算100勝を達成した。2021年の金社地賞で、出走馬仲裁定人気となるギベオンに騎乗して、逃げ切り、 重賞初勝利を挙げた。この勝利により、ウィンゴは、史上最高配当5億5444万6060円となり、的中は1票のみとなった。減量を生かした積極的な騎乗スタイルが持ち味で、勝ち星の多くを先行逃げ切りの競馬が占める。元師匠の田所秀高長教師も、褒めるとすれば、スタートセンスがいいところかなと評していた。 目標とする騎士として松山公平の名を挙げている西村敦也の年度別成績を参照。ありがとうございます。